続けます。いとこ部屋に所在するのはそれ以外の全員である。拒否する。それを認めるって言うと金蔵の遺体もいとこ部屋の中にあるって論法になっちまうからな。ああ失礼。金蔵はすでに存在しないことが確定していますから、全員という言葉からは抜いて考えてください。なぜいとこ部屋だけ全員という言い方をする。クラウス以下6人の名前を個別に挙げて所在確認をすればいい。なぜそんなアバウトな言い方で。6人の名前をいちいち読み上げるのが面倒くさいからです。それとも何か、全員という言葉だと何か問題のあるトリックでもあるんですか。私と金蔵を除き17人いる島で6人が殺されて屋敷に横たわり、隣部屋に5人がいるとなれば残る6人はいとこ部屋にいる。これが正常な考えでしょう。しかし17人いる島だから6を引いて5を引いてさらに6を引けばちょうど0になって、所在不明の人間は0になるという思い込みは大変危険です。バトラさんもこの辺の名前と人数のトリックで第3のゲームの難城殺しで散々苦しめられたはずです。そうだな、あの時のトリックは18人分の名前と実際に存在する18人が食い違うことで未知の人物が混入する余地を許していた。そういうことです。ですから名前だけでの所在確認は安心できないわけです。そこで私は全員という言葉を採用することにしました。この言葉はまだ私が想像もしていないバトラさんの新しいトリックを未然に防ぐことさえできるのです。なるほどな、うまいやり方だぜ。例えばですが、この島に未知の暗殺者 X が紛れ込んでいるとします。仮にその X の名をプルプルピコマルと名付けましょう。なるほどな、全員の名を挙げて所在確認をしてもプルプルピコマルとやらはその網にかからないってわけだ。そういうことです。この島には17人しかいない。そして17人の所在はここであるとされてもそれだけでは不十分なわけです。前科もあるわけですからね。しかし全員というのはあまりに範囲の広すぎる言い方です。他の言い方でうまく言い直せないでしょうか。いや、ここで全員という言葉から逃げると、エリカはそれを根拠に全ての犯人をプルプルピコマルとやらの仕業で逃れきっちまう可能性がある。かつての俺もお前との戦いで未知の18人目 X だけを根拠に複数の謎にくさびを打ったことがある。全員という言葉の意味よーく考えてお返事くださいね。Thank you.
ディストラクションですね。チェス用語のか。はい、敵の駒に圧力をかけ移動を強いて敵陣形を自らに崩させる手法のことです。全員というあまりに広域で強力な駒に私は移動を強いているわけです。バトラさんにとってはこれによって生存者全員のアリバイが完全に保証され、以後の不可能犯罪を私に言い逃れさせないことが可能となるでしょう。何を恐れます。あなたにとって強力な一手じゃありませんか。しかしそれはお前が強いた上での手だ。お前はそれによって俺の何かの陣形を崩そうとしている。どんな妙手も相手に望まれたならそれは握手に同じです。しかしここで全員という言葉を避けることも難しい。赤き真実は殿下の宝刀か。ベアとの気持ち今は痛いくらいにわかる。どうします？放流でも結構ですよ。いや、わかった、認める。それ以外の全員がいとこ部屋にいることを認める。ぐっと、ありがとうございます。バトラさん、実に美しくバッサリです。はぁ、困りました。この状況で魔女からの手紙が現れたりなんかしたら一体誰を疑えばいいのやら。所在確認はこれで十分のはずだ。ゲームを進めてもらおうか。そうします。ドラノール。はい、エリカ卿。それでは早速始めましょう。慈悲深いゲームマスター様がくださった権利を。はい、心得ております。ガートルード、コーネリア、3部屋許された権利のうちの2部屋分を行使します。緊急、慎んで。了解するものなりや。いとこ部屋と隣部屋を封印。これで犠牲者以外の全員を封じました。これ以降何が起こっても封印の中の人間たちは問題となりません。扉、窓の封印により、いとこ部屋、隣部屋の両部屋の密封は保証されました。定石補佐官、慎んでお尋ね立てまつる。何か。人間側プレイヤーは魔女の出題を人間の仕業で読み解くのが戦い方と知るものなりや。あなたに相違なし。なれば、なぜにエリカ教と上司ドラノールは犯行の余地ある人間を自ら減らすように戦うなりや。
これよりどのような事件が起こるかもまだ分からぬと知りたまう。むしろ所在を確定させない人間が多い方が人間に有利ではないかと推測するものなりや。今はまだ、今日も上司主席もそれを明かす段階にないと知り立てまつる。死後陳謝するものなり。不気味な一手ですね。一体エリカは何を企んでいるのでしょう。攻撃とは限らねえさ。チェスも将棋もそうだろ。キングの守りを固めておくのだって立派な戦略だ。つまりこの二部屋の封印は攻めでなく守りだと。そう考えるのが妥当だろうぜ。おかげで生存者たちにちょっかいが出しづらくなった。第二の番が実行しにくくなったってわけだ。なるほど。魔女側は謎を多く提示した方が有利。そうだ。何しろ一つでも謎が通れば魔女の勝ちなんだからな。多くの密室を提示した方が有利に戦える。事件が発生できないように守りを固めるのも人間側の戦い方なんですね。しかしそれは平凡な一手だ。あの名探偵フルド・エリカがあれだけ自信満々に強打するほどの一手じゃない。どういう攻撃か理解はできねえがな。次は私たちの手番ですがどうしますか。とりあえず表向きは奴は第一の番の推理ではなく第二の番を防ぐための守りに手番を費やした。押さば引け、引かば押せだ。ならこっちは攻めていくしかない。しかしどう攻めればいいやら。ゲストハウスはかなりの守りになっています。そうだな。ゲストハウスの全域が今やエリカの支配下に見える。しかしビショップやナイトのように
敵陣に食い込むのを得意とする駒だっていろいろある。X レイ、これもチェス用語だったな。はい、一見敵の支配下に見えるマスが実際は自分の駒が十分に影響力を効かせていることを見透かして攻撃する高等技法です。エリカ、生存者を全て密閉し次なる俺の攻撃を防げると本気で信じているなら、それは甘い考えだ。どう受ける？これが俺の王手だ。はあ、これでようやく羽が伸ばせます。まずは屋敷に深夜の散歩と参りましょうか。殺人犯が潜んでいるかもしれない不気味な屋敷に、このような深夜に散歩とは、水凶な御仁です。とんでもない。ようやく得た自由時間じゃないですか。今の私は、プール授業の後の自由時間みたいに、ワクワクしています。よし、ゲストハウス1階の戸締まりも完璧ですね。玄関もちゃんとチェーンロックで封じられています。では参りましょう。まずは6人の死因くらいは確定しなくちゃ。風はだいぶあるようです。まあこの体など私にとって肉の檻、濡れようが冷えようがどうでもいいことです。行きましょう。これはいつもの手紙。